時刻は8時15分です。今日は9時から TikTok の動画の編集のサポートをした後に、12時15分からプレゼンです。また、なんかうちの空き家を改装した事例を使ってなんか紹介するみたいので、プレゼンをしに行きます。その後は夕方というかお昼過ぎぐらいからちょっと久しぶりの友達と会います、っていう感じが今日の一日です。今日も一日朝から晩まで充実してます。それでは今日も一日頑張りましょう。では、時刻は8時です。ということで今日は、午前中は TikTok の動画の編集の講座をして、そのままプレゼンに行って帰ってきて、少しお家を片して、友達に会いに行ってご飯を食べて帰ってきて、今動画を編集している途中でございます。ということで、今日はこのままお風呂に入って一回、もう一回編集し直して、ちょっと2時間ぐらい頑張って10時から配信してって感じですね。12時に寝ようと思います。明日はですね、9時から18時まで子供が来て、その後面談です。明日も一日フルスコースでございます。明日も一日頑張りましょう。それでは。